どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓戦の押さえておきたいガチルール解説、ガチホコ編となります。ガチホコは関門ができるという新仕様になって大きな変化が起きたルールですね。個人的には関門があるのは意思疎通がしやすくなったので好きな変更です。特に弓を使っているとスペシャルとサブ、メインそれぞれの強みを押し付けれるのでこの仕様はかなりありがたいと思ってます。今回はガチホコでの強みを中心に初動、ホコ持ち、防衛の視点でまとめてみたいと思います。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずはガチホコについてルールの振り返りをしたいと思います。基本ルール、ガチホコを奪い相手のゴールに移動させる。関門に一度突破しないとゴールすることはできない。ガチホコの所有時間は60カウントとなり、経過すると相手のインク色で爆発する。関門、関門は 1,2 個用意されているが片方だけでの突破でいい。関門によってカウントの違いはない。延長、劣勢側がホコを持ってタイムアップした場合、優勢側がホコを落として約15秒以内かつ誰も確保していない時となります。ガチホコは関門の仕様変更以外はそこまでは変化はないですね。関門によってカウントの違いもないのが非常にありがたいので、関門からゴールまでのルートを考えているといいかと思います。ガチホコの位置は弓の立ち位置と大きく関係しているので状況ごとで考えていきたいと思います。まずはガチホコの初動に関してです。初動に関しては2つのパターンでお話ししたいと思います。1つ目はホコ割りを率先して行うことです。これは相手の編成次第で変わってくるところですが、相手の編成が割り弱い場合は割って足場の確保を優先していいかと思います。また割りが弱いということは相手の初動はポジション取りの可能性があります。そうなるとホコ割りに時間をかけていると横から邪魔される可能性もあるので、ここを速攻で割って相手の前衛を潰しておいた方がいいかと思います。また弓の性能的にここ割りはかなり優秀です。連射でも割ることは可能ですが、チャージならワンサイズ軽くダメージを与えれるので、安全圏からのチャージして壊しに行くのもありです。安全圏から割ることができれば敵の邪魔を比較的受けにくくなりますし、安全に動きやすくなりますからね。2つ目はバリアの上を通して相手を邪魔するです。基本的にこの動きが弓は強いなと思っています。理由としてはここバリアを縦に相手の邪魔をできるという点です。チャージャーなどは角度を入れていないと相手の邪魔をすることができません。ですが弓はここバリアの上から攻撃することが可能なんです。相手のここ割り性能が高くて邪魔しても有利にすることが可能なんですね。この邪魔するだけで相手は足場を取られますし、バリアを破られた時に爆風でディスするリスクも上がりますから嫌な戦法だと思います。相手の邪魔をしている時にホコバリアが均衡しているようであれば弓でホコ割りの援護もできるので意外と余裕がある動きができます。直射を当てるというよりも相手の手数を減らして初動を有利にするという動きになります。この2つの方法はマップや編成で変えていくといいかと思います。個人的には2つ目のバリアの上を通して様子を見るのがおすすめです。続いてはガチホコを持つかどうかという点に関してです。これに関してはガチホコは率先して持っていった方がいいなと思います。後衛が持つのが当たり前というよりかは持った時のメリットを考えると率先して持ちたいんですよね。ではメリットをいくつか紹介したいと思います。1、射程がホコショットとそこまで変わらない。2、立ち位置的に前線を下げずに運ぶことができる。3、ホコ持ちをする際にギアと相性がいい。まず1についてですが、実は射程はそこまでホコショットと変わりません。厳密に言うと弓の方が射程がありますが、後方から支援することを考えると弓よりも巻き添えがしやすいホコショットの方が優秀かと思います。弓を使っていれば似たような性能のホコショットも扱いやすいと思いますので持ってみるのもいいかと思います。2については立ち位置の話になります。後衛という立ち位置の関係上味方が前にいる状況が多いと思います。また味方はホコを進めるためにホコよりも前にいる可能性が高いです。この状況で後衛が持たない場合は
せっかく前に出た前衛が戻って矛を運ぶというタイムロスを生んでしまいます。こういう状況だった場合は率先して持つ方がカウントを稼ぎやすくなるんですよね。そういった意味ではチームとしてメリットがあると思います。また例外もあります。矛周りで敵と混戦状態だった場合は前線が矛あたりになるため無理に持たなくていいと思います。こういう時はポジションを取って相手の進行ルートを潰すのに専念していいと思います。場合によって動きを変えるのは非常に大事だと思います。3については弓のギアで一速イカ速をつけている可能性が高いためです。多少速度が上がっているので相性がいいと思います。でいいことばっか話したんですがデメリットももちろんあります。必ず1デスするというデメリットがあるため矛持ちを連続でしているとスペシャルを使用する機会が少なくなってしまうというところです。防衛でも優秀なスペシャルなので取っておきたいんですよね。ではどのように使うといいのか。矛割りでもどうしても巻きたくないシーンで使用するといいかと思います。メインの連射性能とスペシャルを使えばそれなりに矛割りで負けない性能になります。また矛持ちの際に発動からあるタイミングで矛を持つとスペシャルを維持した状態で動くことが可能になります。タイミングを覚える必要はありますが矛を持つ前に発動して運べれば容易に相手が近づけないので非常に強力です。ぜひ試してみてください。続いてはガチ矛の防衛についてです。防衛をする際はメインとサブ、スペそれぞれフル活用すると飛びやすくなります。メインとサブスペそれぞれで話していきたいと思います。メインについては爆発矢の活用をするといいかと思います。基本的には直当てで止めたいところですが矛持ちは足場塗りが難しいため足止めは非常に有効です。矛を運んでいるイカの手前に矢を打ち込むことによって直当てか爆発を狙うといいかと思います。足場が取れれば2発目で仕留めることも可能になります。ポイズンミストとメガホンは合わせて使用するのが非常に強力です。ポイズンミストは引っかかれば移動速度が落ちることもありイカロールで避けることも困難になります。そこにメガホンを合わせて活用すれば逃げ場がなくなるんですよね。壁も貫通するので関門周辺で使用すれば高確率で止めれる可能性が上がります。ただしメガホンのロックオンの使用に注意が必要です。ロックオンについては画面の真ん中に捉えていると狙った相手に絞ることが可能です。なんですが複数敵がいる場合手前にいる敵を優先してしまうことがあります。こうなると矛持ち以外をロックオンされてしまうのでしっかりと矛持ちを見るようにしましょう。それぞれ分けて話しましたが一番は組み合わせるのがいいかと思います。メインで足止めしてポイズンで動きを止めメガホンで O1 プラスインク回復からのメイン追撃ということができますのでぜひ試していただければと思います。3つのシーンに分けて話しましたが矛全体において気をつけたいことを2つお話ししたいと思います。1矛の位置は常に把握し視界に入れる。2防衛のタイミングを決めて前線に無駄に出ない。1つ目は矛の位置を常に把握することです。矛を率先して持つことを話してきましたがしっかりと矛周りをケアするのも大事な役割です。相手が持っている場合は矛持ちが敵前衛の後ろを通ってくることは限りません。裏を変えて違うルートに行くこともあります。そうなるとカウントリードされることもありますのでなるべく矛から目を離さず早めに潰すことを意識しましょう。また持つ役割もあるため矛周りの状況を視野に入れておくと持つタイミングなどもつかみやすくなります。画面上のイカランプだけでは持ち判断できない場面もありますので矛周辺の状況を把握しておくのは非常に大事です。2つ目は防衛のタイミングです。防衛のタイミングに関しては矛を失った瞬間です。自分で矛を持って失った場合はしっかりマップを見て味方の状況を把握しましょう。人数不利の場合は高確率でカウンターが来ますのでスペシャルを貯めてポジション取って防衛に回った方が安定します。ここで前線に出てしまうと射程を生かした防衛ができないので味方の負担がかなり増えます。カウントを進めたい気持ちもありますが防衛のタイミングをしっかり意識して前線で無駄なデスを抑えることが大事となります。はい、今回はここまでとなります。弓戦の抑えておきたいガチルール解説ガチ矛編はいかがでしたでしょうか。ガチ矛自体は弓の構成が非常に相性がいいように感じます。役割をしっかり抑えて立ち回りを意識すればそれなりに勝てるように感じます。弓を使っていて全ルールの中でも何かと動きやすいルールでした。
ただ歩行博物キリがあってこの解説の話は成り立つ部分もありますので、歩行運びもしっかり勉強する必要はあるかと思います。指の立ち回り参考に一つとして試してもらえると嬉しいです。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。